はい、こんにちは。こんにちは。モーリーです。太郎です。ジュキ太郎です。内川です。ゆか太郎です。ついにゆかちゃんも太郎になっちゃう。今日は縄跳びできるかジジイババア。ちょうど1年前ですね。、はい、二重跳びチャレンジやりましたね。はい、二重跳び50回跳べるようになるぞと言って、できなかった。あれから1年経ちました。はい、あれから1年あんまし練習してない。というか全然練習しないですけども、今日はなんと秘密兵器が、太郎さんが持ってきてくれました。じゃあ誰でも二重跳びができる。おお、どんな感じかちょっとやってみてもらいましょうか。これだったら二重跳びが絶対できちゃう。絶対できちゃう。はい、じゃあちょっとやってみてもらいましょう。はい、私のできない二重跳びがなんとこれだと楽勝でできてしまいます。ノーミス50回でも楽勝です。それ何、はい、縄がないな。縄がないな。すごいね。でもこれ売ってるんですか。売ってますね。はい、ここに数も出ます。こんな、こんなね、ちゃんと数が数えられる。はいはいはい。これ何、家で、はい、家の中とかでも、家の中でもバシバシ音をさせずに。はい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 。ちょっとよろしい。はい。おー、うまくなってる。手にガンが当たるね。いやいや、当たんない。お手本、お手本。はい。おー、どうですか。エオマの音でも綺麗ですね。やっぱ当たる。ちょっとぎこちない。ちょっとやっぱり太郎と比べるとね、はい、こんな跡見してないですからね。よし、ゆか太郎やってみようか。じゃあ、ゆか太郎、ゆか太郎面白いこと見せてくれんだろうな。おお、優しい。かわいい。あら、かわいいね。お嬢いっちゃう。お入りなさい。本番行ってみようか。マジっすか。はい、ぜひやってみてください。さあ、1年の成長。成長ね、あれから1年。この高さは行きます。二重跳び。あれから1年。お、ちょっとそれなりに鍛えてきましたよ。お、行きます。お、なんかできるよ。お、モーリーさんできて悔しいな。楽勝ですよ。長いな、余裕がある。余裕がある。余裕があるね。ゆっくり飛んでもいいんだ。面白いこと見せてくれた。最後の大トリになっちゃった。おお、はい、おお、おお、めっちゃ、おお、やべえ、やべえ、すごいね、すごい。俺だけじゃねえか。ありがとうございます。縄跳び二重跳びのコツは、二重跳びのコツ、うんうん、
指で小さく素早くあまり動かさず。おお、それさえ知ってればな。ちょっと貸して。悔しい太郎。手首でちっちゃく軽く。リズムが悪いですか。足の手。お、でもちょっと。ちょっといい感じ。うん、ちょっと教えてどうやったの。つま先。